あ、5000とごめん、聞きました。すいません。第5位もう一回いきます。5080g、日置さん、おめでとうございます。ぬかるんでるんで気をつけてくださいね、登る方。はい、すいません。続きまして第4位です。ウェイトの方が 5100g、西谷さん、おめでとうございます。本日のウィナーですね、久々に、ちょっと6キロは届かなかったんですけど、立派なウェイトやったと思います。本日のウィナー優勝ウェイトです。 5820g、 鈴木さん、おめでとうございます。またここの人年配チャンピオンですよ、多分3連勝ですか。多分横に行ってた人かな。そうなんですか。ああ、帰り、ああ、船だね。こういう人すごいんですよ。去年の年間1位ですよ。おー、そうですよ。去年のね、秋2000ともこの人ですか。僕がタックルチェックしました。よかった。なんとか5キロに乗せられて、はい、どこで取られました。おろしもですね。おろしも、あ、いつもの、はい、あのおろしもの春節ですね、はい、朝市はあの南側の南側あの沖寄りの春節に入りまして、はい、そこで3本お、もう3本で、でも3本言っても1つの場所じゃなくてポロンポロンポロンと拾う感じで。そうですね。でもバイトがあったのが、はい、結構あの下あのエビもみ、まあ、エビもみ狙ってとか、はい、あのブレイクとかそういうのにキャストしてダウン、まあ、ダウンショットでキャストして釣っていくんですけど、はい、最近プラではフォールで持っていくバイトが多かったんですけど、はいはい、あの今日はなんか下で持っていくな。おで、なんか朝からもうちょっとなんかトップの反応とかあるかなと思ったんですよ。はいはい。でもなんかそういうのもなくて、なく、なんかあんまりこう魚のテンションが低いのかレンジが低いのか、はい、なんかそういう感じがしましたので、でまあそこもなんか人も多くなってきたので、はい、もうそこのエリアを抜けて、はい、で点々としていきまして、でやっぱり来るのは上じゃなくてちょっとちょっとしたちょっとした、あ、また難しいこと言われます。そうなんです。まあ、ブレイクに だいたいあの卸物上ってね、はい、エビも入ってるんです、はい、エビもの際にキャストしてカンカンちょっとこう落としていってやるとみんなわかりますか、ちょんちょんちょろで大丈夫ですか。落としてあーじゃあちょっとラインがピクッとこう持っていくみたいな。こちらダウンショット、重さはどれぐらい。ダウンショットね、まあ、3.5 と5グラムと用意していったんですけど、はい、5グラムだとちょっとウィード絡みがちょっと強くて、はい、3.5 グラムで。3.5 グラム。はい。リーダーどれぐらい。リーダーね、そんなに長くないですよ。ワームとちょっとプラス。あ、ほんなもう10センチ、15センチ。そうですね、短めだと思う。短めのダウンショット、ね。はい。はい、でやっぱ食うやつは簡単に食ってるんやと思います。はいはい、だから足で稼いでいくような感じで一箇所で頑張って粘るんじゃなくて、いそうなとこをちゃんといそうなとこをこうやってチャンチャンチャンってやってこうステイしてたら重たくなる。楽しそうに言うてはりますね。あとねフォールでねでっかいのが持っていったんですけど、はい、合わせてちょっとファイトしてたらこう層がもうまっすぐになるような感じで、グワンと行かれて、はい、でもう最後もばけしちゃって、あ、それがあったら鈴木くんに足れたかもしれへん。ああ、もう足らればですけどね。釣りではよくあるっていう、ね、そうですね。でも楽しかったですが、はい、釣った本数は6本、6本で、はい、2本バレたり、そうの魚と他の魚もバレたり、はい、これ使ってるワームマッチなの。使ってるワームは普段マルチカーリーの 4.5 っていうのを使うんですけど、はい、この釣りにエコワームじゃないので今日は HP シャットの 3.1 っていうのを使いました、はい、カラーはローテーション、
カラーはね、なんかね、最近あのグリパンじゃなくて、はい、お腹が白色のワーム、はい、わかりますかね、なんかシャッドチックな色のワームを使いました、はい、もうそれ1本それ、そうですね、そのカラーがなくなったんで、ちょっと見たカラーを見たカラーを、はい、こんな感じで、はいはい、まだまだ釣れそうですか、これから釣れると思いますよ。あ、ほな次また一つ一つを高くいいとこ目指していただいて頑張っていただけたらと思います。そうですね、試合中釣れると楽しいですからね。はい、はいはい、ありがとうございます。大きな拍手お願いします。はい、第4位西谷さんです。5100際どい上友沢でしたね。はい、そうです。今日はどう、北山ですか。はい、北山です。あ、北山ですか。はい。ハードボトムを狙ったんですけど、全然ダメで、結局取った魚はあのエビモのパッチです。はい。アウトサイド。そうでもない。アウトサイドというかね、そんなにそのゴワゴワっと生えてなくて、まだ、はい。水面にちょろちょろちょろっと見える程度の人が入ってくるので、あそこのところの茎ですね。あ、今を狙うと思う。はい、はい、それで、はい、リグ何で狙ったんですか。はい、ティビダウンショットで、ティビダウン、使ったルアーはヒヨキさんと一緒です。 HP シャット 3.1 なんと、はい、あのお腹の白いやつもあのゴールデンシャイナっていうカラーだと思います。なんかいいっすよね、はい、はい、なんかいいらしいですね。とあとダークシナモンブルーペッパーです、ね、はい、はい、これがいい、はい、で何本取られましたか。今日は4本、4本で、4本目がそんなに大きくなかったので入れ替えたのは、もうだいたいそういうエリアを持ち山田のとこで回ったはったっていう感じ、釣り切った感じですね。はい、はい、そうです、ね、今年の入り方、魚の入り方どうですか、北山田。それなりに入ってきてるかなと先週までは思ってたんですけど、まあ、今日見事に裏切ってくれたので、まあ、先週はもっと釣れてた。先週、先々週ともうちょっとテンポよくバイトが得られたと思って、まあ、少しずつ、ね、プレッシャーもかかってきたりとか、うん、するかもしれへんので、はいはい、あとエビモが入ってエビモの方に魚がどんどん行っちゃってるかなっていうのもあるので、なるほど、はいはい、またね1ヶ月約1ヶ月後にありますので、はいはい、またいろいろ攻略していただければと思います、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。大きな拍手お願いします。山田、はい、北の方側、はい、で、まあ、最近ずっともうゴールデンウィークぐらいから、はい、あのインサイド、はいはい、赤の井おろしも北山田北バセと、はい、ずっと釣れてたんですけど、はい、先週ぐらいからどうも抜け始めてて魚、はあはあ、でおろしもなんかシャローもちょっと魚がなんか動いた感があって、で自分やってたところもう一切ダメになってて、はい、昨日もほんで沖の方に掘るやつを探そうと昨日浜大津から片田までずっと魚だけして、はい、で結局食わせれず、はい、でちょっと思ったのが本流の流れを嫌っとるかな、はあはあ、でベースがどうしやっぱりインサイドのが特に夕方昨日入った時インサイドが結構ベイトはちらほら釣って、で北山田唯一昨日2本取れて、でサイズは1200-1300だったんで、はい、まあ、それでもいいやと思って今日朝行って、ですぐ4発来たんかな、4発来て全部バレて、はい、結局エビも絡めて釣ってるんで全部すっぽ抜けて、はい、もう今日終わったわと思って、はい、でたまにボイルするんですよね。ああ、はあはあ、でそのボイルする位置とか、ま、今までの経験でなんとなくルートが回遊ルート見えてくるん で、 ああ、はい、でそれでちょっとウロウロしながらしてたら一箇所ちょっとバグってるとこ見つけて、ああ、はい、そこで全部釣った感じです。もうそれ一時に釣ったみたいな、はい、一回でガバガバっと釣った感じ、もうずっと釣れ続けてました。ああ、あらまあ、多分20本あら20本ですってもう、はい、釣れる方釣れますね。そう、何で釣ってはったんですか、リグとかは。今日はカバースキャット、はい、カバースキャット、ボトムでボイルしないときはカバースキャットで食わして、でボイルしたやつには、リローラのミドスト、
1.8 だと思うんですけど、1.8 グラムでちょっと早めに引っ張るっていうのが、はあはあ、紐で少しリアクションからめてみたいな感じですかね。こうバシ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 セーブしながら巻いてくるやってると、この基本はカバーストップで、カバーストップとあとはね、肘を軽く右の当たり感を弱くしたいときは、あのピッチンショット、はい、ピッチンショットで下野さんのあのエバーグリーン の, あのワームやったり、はい、あと、まあ、ダイナゴンやってみたりとか、ちょっと肘をローテーションしながらもう釣り切ってくる感じです。一番大きいのはちなみにどれですか？一番大きいのはパワースキャットで2本、でビドーラで1本、はい、2キロ、1800、こんな感じです。なるほど。全部それぐらいのサイズが多くて、はい、2キロがなかなか入らんよ。なるほど。まあまあちょっといいサイズやけどビッグがなかなかっていう感じの中で数は釣れるけどっていう、1300から1600ぐらいが多かったです、はい、こんな感じです。なるほど、はい、なんかピカバナ言いたいことありますか？いや、なんだろう、なんすかね、カバースキャット、まあ、流行ってて、今日もあの仲間からいろいろ聞かれたんですけど、結構竿がキーっていうか、はい、最近ウィードが結構ごついので、もう今 XH ぐらいバチバチのジグロットみたいなやつ、はい、で、あの縦さばきじゃなくて絶対下で抜くっていう、でもガチガチの本当、ちょっとそんな硬いの使うのっていうぐらい硬いやつで今やってます。まあいいだ、タックルバランスも必要やでっていう面での魚をどう拾うか。うね、エビも腰だったり、はい、なんかいろんなウィードあるんで、はい、もう巻き合わせでとにかくかけていく。なるほど。バラシが何せ多いんで今、ね。もうほとんど何十発ぐらいバラシだから。それでもね、だいぶの硬い。今日取り返せたんで良かったですけど、もう朝ちょっともう終わったなって本当に思ってた、まあ、終わらずにこのトップにいるという素晴らしい結果とね、はい、もう去年からボコボコ釣ったはずんで、いやいや、このバスを退治するくらいやっていただければなと思います。皆さん拍手お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。9月の5日の振り返りになっておりますので、また皆さんちょっとスケジュール調整していただいて、たくさんの方参加していただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。じゃあ本日ありがとうございました。あ、ごめんなさい、あと1点だけ、はい、今回ちょっとまあ久しぶりのトーナメントやったんで、ちょっとまた皆さんもちょっと久しぶりでちょっと抜けてるとこがあったと思うんですけど、まあ失格と、記載タックルチェックの記載漏れがありました。非常にもったいないので、まず、帰着、帰ってきたら必ず帰着、帰着は、安全に帰ってきたことをまず確認するためのものでありますので、もし帰着してないからばこちらから捜索しないといけませんので、一応そのためのものであるという趣旨をもう一度再確認お願いします。であとはタックルチェック、記載漏れであったり記載、間違い、などありましたら非常にもったいないのでね、今日みたいな連れてるトーナメントでもちょっとしたことでひっくり返ったりしてますので、また次回以降、もう一度見直してもらって、ご協力お願いしたいと思います。以上かな。はい、 あとは、成績の方は前に出しときますので、ちょっと水に濡れてたかんのでファイルに入れてますけど、見たい方はこちらでお願いします。あとは、まあ、琵琶湖マリンの返金の方はこちらでテントでさせてもらいますのでお願いしたいと思います。では皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。次回も必ず参加します。